私は日本共産党を代表して地方自治法改正案に対する反対討論を行います。第一に、政府が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断すれば、地方自治体に指示できる新たな指示権の枠組みを導入することは、憲法で保障された地方自治を根底から破壊するものです。戦前の中央集権的な体制の下で、自治体は侵略戦争遂行の一翼を担わされました。その反省から日本国憲法は、地方自治を明記し、政府から独立した機能を持つ団体自治と住民の意思に基づく住民自治を保障したのです。ところが、歴代自民党政権は自治体の権限や財源を抑制し続け、地方自治を形骸化させてきました。地方分権一括法でも、地方分権を掲げながら機関委任事務を法定自宅事務として事実上温存し、国による指示代執行という強力な関与の仕組みを法定しました。その上、本法案は国の関与を最大限抑制すべき自治事務にまで国が指示することを可能にするもので、極めて重大です。しかも、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態とは何か、その類型も判断基準も審議では明らかにされませんでした。国の恣意的判断で自治体を国に従属させることなど断じて許されません。一方で、政府は存立危機事態を含む事態対処法や安保三文書に基づく特定利用空港港湾への法律の適用について除外するものではないと述べ、否定しませんでした。アメリカの戦争に自治体を動員するために使われる危険は重大です。さらに、国の判断の下で自治体職員の派遣の斡旋を可能とすることは、国の指示に基づく業務遂行に自治体職員を借り出すものであり、認められません。第二は、地方自治体の情報システムの利用について最適化と称して、今後国が進める情報システムの整備への取り組みへの協力を求めるものとなっていることです。情報システムの共同化集約の推進によって、地方自治体は国が作る鋳型に収まる範囲での施策を迫られるとともに、常に国のシステム整備に合わせていくことが求められます。地方自治を侵害するものであり、到底容認することはできません。以上、反対討論といたします。